ただいまの時刻18時13分、やっと設営が終わりました。急遽仕事終わり、キャンプに参りました。今日のスタイルはこういった感じで楽しみたいと思います。疲れた。周りに人はいません。僕の方に3人ぐらいテント張ってる人がいましたが、こちら側はほぼ乾燥状態となっております。久しぶりのソロキャンプです。いただきます。そして、私の定番という枝豆ガーリック醤油、たまらん。ビールに合う。指まで美味しい。初めて飲んだけど結構高い。270円ぐらいしたかな。240円から270円。あ、でも美味しい、飲みやすいですね。今日はちょっといろんなもの持ってきたんで順番に飲んでいきたいと思います。最高っすよ。ただいまの時刻7時13分ですね。
美味しい。続いては豚レバーブロック295g、259円。これでちょっと一品作ります。豚レバーブロック、結構ね大きめに私は切ります。ではいきます。先ほど切ったレバー、これ別にフライパン温めなくて大丈夫ですからね。入れてから徐々に火を通していってくださいね。そしてここに軽く、よし、一回こうしよう。これも軽く、よし、よで、私はごま油、ここでごま油たっぷり。さあこれで炒めていきます。除菌シートで綺麗焼いてる間に掃除をする。やっぱりレバーなんかもね、表面だけ焼いてっていうのはやっぱり怖いんで、じっくりじっくり火を通すということで、フライパンを温めず、冷えた状態から具材を入れて、まあ、レバーを入れて炒めていく。まあ、レバーの嫌いな人、もうちょっとこういう食べ方っていうかね、こういう切り方して、なんで嫌いなのにこんな分厚く切らないかんのみたいなね、思われるかもしれないですけど、でも本来のね、豚の本当のこう旨味っていうかね、感じられて、うん、美
美味しいと思いますよ。そろそろ火が通ってきた感じかな。そしてここで今日ねこれちょっと入れてみます。一押しキムチ辛口と食物乳酸菌の力 LB20 1600億個、見ましたか、1600億個ですよ。誰が数えたっつう話。ちょっとこれちょっと入れますね。ちょっと入れる前にちょっと味見させていただきます。これ辛口って言ってもそんな辛口じゃないな。これでも美味しいから少し残しとく。このまま食べたいな。させるためにこのタレで一体感を出しましょう。味のね、味の一体感ね。ちゃんと火は通ってるんやけど、厚みに切るとね、あのレバーのやっぱり甘み感じますね。いや、うまい。そしてラバー